夏目のこと大好きですか？甘いものは
くらいのお弁当バッグに、今日の夜ご飯は豚そぼろと卵そぼろの150円の二色丼です。赤詰め1のやりくり上手紫色担当三つ葉屋です。いやー、はい、じゃあみんなで一緒に、私がせーのって言ったらご安全にでお願いします。せーの、今日もご安全に。緑色担当高橋桃子です。はい、鬼バズりしたシアル担当マキバです。私もなんかせーのってやつやりたい。せーのって言ったら心って言ってください。せーの、こんばんは。はい、本日はブブカさんとのイベントに、お集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ご覧になられたでしょうか。ありがとうございます。でインタビューを見てくださった方は分かると思うんですけど、うん、私がインタビューの最後の方で、私にとって甘いもの詰め合わせは何なのかという答えを出してたんですけど、これを今日は各メンバーにお話しいただこうかなと思います。はい、はい、じゃあ早速しのみさんから。はい、しのみさんは人雑誌を見た方は分かると思うんですけども、甘爪にとって私は第二の青春です。はい、やっぱみんな学生時代にはなんかちょっと楽しい思い出あったりとかあるんですけど、それを似たものを甘爪は感じて、なんか女子校みたい、うん、本当にいつもわちゃわちゃ喋ってて、うん、なんだろう、毎日キラキラみんなと一緒に過ごせてるので、うん、第二の青春です。はい、私にとって甘爪は原動力です。おお、みんなのためにもっともっと頑張りたいなって思ってます。これからも頑張ります。はい、私にとって甘爪とは、家族です。おお、嬉しい。理由は家族が一番大切だからです。はい、続きまして高橋桃子さん。はい、私にとって甘爪は人生の転機です。おお、はい、やっぱ甘爪に入ってからいろんなことが変わったので、そうかなって思いました。おお、転機とかいうことは知ってたんだね。そんな中川心さんは何を言ってくれたんですか。私は希望です。おお、ね、なんか、まお祓い行ったんですけど、私が入るグループって割と亡くなっちゃったりとかするんですけど、もうアマチュアは絶対最後まで上行くぞっていう気持ちと、最後にかけてるので、ここにかけてるので希望です。はい、ありがとうございます。はい、もうね、アマチュアのみんなにとっての甘いもの詰め合わせも今度聞かせてください。お願いします。お願いします。そして、はい、次は、そして、はい、そして本日はオリジナルグッズが販売されています。皆さんもうゲットしてくれましたか。ありがとうございます。はい、こちら私が今持ってるのが、じゃーん、 B2 ポスターになってます。メンバー全員から直筆のサインが入っております。甘、はい、爪としてサインじゃない、ポスターは初めての販売になっておりますので、うん、ぜひぜひゲットしてください。そして生写真は、ランダム2枚セットで2000円で販売しています。こちらはどのメンバーが出るか完全ランダムになっておりますので、どのメンバーが出たか後で SNS で教えてください。はい、皆さんぜひぜひ特典券もついてますのでゲットしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてここで甘いもの詰め合わせから発表があります。なんと来週25日のマーキー祭りミニにて新曲をお披露目します。とても可愛らしい曲になってるので、皆さんぜひ聴きに来て欲しいんですけど、ちょっとさっきチケットが売り切れてしまったようなので、いつもの感じだと当日券とかも出る場合ありますので、マーキー祭りさんをちょっとチェックしていただいて、予定合いそうな方はぜひ来てください。お待ちしてます。
よ後半戦に突入するんですけど、まだまだ盛り上がっていきますか。それでは聴いてください。キライライ。